はいどうも、G-SHOCK 大好き沼田です。G-SHOCK は結構好きで、いろいろ持ってるんですが、最近2本購入したのでご紹介したいと思います。はい、まずはですね、スーパーマリオブラザーズのコラボモデルですね。確か昨年11月ぐらいに発売されたやつですね。まあ、当時結構品薄で、まあ限定だったってこともあって、まあ結構値段もちょっと上がってたのかな、まあ、買いづらかったんですけども、まあ根気よく探したら普通に買えたので、まあ定価でね、定価プラスポイント 10% ぐらいのポイントで、まあ、購入できたんで、まあ良しとしています。はい、まあちょっとね、派手なデザインなんですけども、やっぱりね、スーパーマリオ世代にはちょっとたまらない、デザインなのでね、たまに使ってます。はい、ちょっとね、赤が派手で全部黒なんで、まあこれだけね派手な色なんですけれども、まあたまに気分転換として使ってます。はい、続いてはですね、こちらですね、メタルベゼルの G-SHOCK ですね。まあちょっとね、自分の持ってる G-SHOCK が結構10年20年経ってると、もうポリウレタンが入ってるので加水分解しちゃってるんですよね。なのでちょっとなんか頑丈なのとかないかなと思って、ちょっとメタルベゼルが気になって購入しました。まあこれも2年前ぐらいから発売されてるような感じで、定価が2万5000円ぐらいなのかな。まあでもね、1万7000円とか、まあ6000円とかそれぐらいで買えるので、まあ、ちょっと買ってみようと思って購入してみました。まあ特にね、珍しいものでもないんですけれども、なんとなくデザイン結構かっこいいなと思って、買ってよかったかなと思ってます。まあちょっとね、飽きたら他の、まあ、スピードモデルの5600系にちょっと取り付けてみようかなと、ちょっとね、できるかどうかわかんないですけど、まあ、やってみようかななんても考えつつ、まあちょっとね、買う購入しました。ベルトがね、若干短いっていうね、レビューがあったんですけど、確かにちょっとね、穴1個分ぐらい短いです。でもまあ、僕は気にならない感じだったので、まあ、大丈夫かなと思ってますけどもね、ちょっと腕の太い人は注意した方がいいかもしれません。はい、ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。